アインズの元に届いたセバス裏切りの知らせ。忠義に熱いセバスがナザリックから離反するとは考えにくいが、真偽を問いただす必要は。セバスが左門にかけられるのと時を同じくして、王宮ではラナーがある人物を呼び出している。第10話、王と同だ、ジョシュ。お前の最も大切なものを言ってみるか。